皆さんこんばんは。始まりました神田俊明のスーパーチューズデイ、はい、ということですね。もう早速、いやーもう9月の21日、先々週からパイロット番組で始まりました神田俊明のスーパーチューズデイですが、今回から初めてレギュラー放送が開始となりました。ありがとうございます。いやー拍手があるということはスタジオに、ね、あの参加者の方がたくさんいらっしゃると言いますが、ほとんどクルーの方ですね。あの初回のあの賑やかさと比べてどうなんですか、ほら。はい、ですね、本当に皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。僕はこの1週間飛び回っておりました。もう関西この間に2回行ってきました。昨日も京都からも戻ってまいりましてですね、今日来ましたが、とにかく暑いですね。本当にこの真夏日、なんかもう戦後以来初めてということは、僕が生まれてから初めてというのと全く一緒ですよね。暑いです。特にですね、ここはでもこんだけ照明焚いてるの快適ですね。ここ僕の家なんですけども、はい、すごいですね。セットみたいな家ですねみたいな、はい、なんかすごいオフマイクですね。神田さんにはマイクついてないのかな。まあいいですよね、はい、大丈夫っぽいだと思いますが、割とですね、僕の見ていただいている方、音にうるさい方多いので、はい、音をいろいろ、ピンクの天板レッツノート、これピンクに赤なんですけど、こう見れると赤に見えますかね。はい、なんかテレビ番組っぽいっていうことですね。はい、神田俊明のスーパーチューズデイ、今ですね、本当に皆さん申し訳ないです。10分前に入りました。ね、もうそういう感じでですね、もうとにかく、今日皆さんからですね、まずは番組一緒にお届けしながらですね、今日まず皆さん教えてください。皆さんと一緒に作るニュース、今日政治経済ニュース、一応ですね神田俊明のスーパーチューズデー政治経済番組なので、今日のこれはというニュースを、ハッシュタグをつけたところに送っていただいてよろしいでしょうか。さっき、確認したところ、なんかスマップさんたちがコンサートが取りやめになったかもしれないという話も聞きました。でね、さっき思いますけど、僕も今日ツイッター見てて、いやー外務省より怖いジャニーズ事務所っていう話がまんざら冗談じゃないような感じがしてきます。本当にその辺のブランド管理に関してはですね、すごいジャニーズ事務所すごいと思うんですけども、はい、こんばんは。めっちゃ明るい部屋ですね。あ、通販番組ね。うん、さあ皆さん、もう本当にね、何時か分からなくなった時にこれとか言って、打ち合わせも何にもないままスイスミリタリーのですね、この時計なんですが、これですね、僕が今一番愛用している時計なんですけども、はい、これね、タグなんとかさ、なんとかしたせ、本当通販みたいに見えますね。ちょっとうっすらとこうひげまで映ってしまうのすごいですね、これ。夜遅くなってくると、はい、すごい、そこまで売れるんですか。正面ですね、はい、これですね、スイスアーミー製の、これは恵比寿の時計屋さんの限定ショップ。もしかしてジャパネット神田始まった？始まったよ。はい、一応経済番組なんで、はい、この番組がそうですね。こんばんは、チャピーさんも、はい、このスタジオの使い方素敵ですね。そうですよ、明るいし、まずスタジオから説明してみたいですよね、これ。本当にこれ自分の部屋だったらいいです。ちょっとカメラさんそのままでいいですよ。ちょっと打ち合わせにない動きしますんでね、まずちょっとスタジオの話をちょっと紹介したいと思うんですが、
ほら、見てください。これね、むっちゃ軽い。軽い。むちゃくちゃ軽いんですよ、これね。すごい。いや、このお花も、やっぱり、お花も、やっぱりな感じですよ。やっぱりな感じですよ。でもすごいですね、これは本当に。いや、広さもそうでしょうし、机もそうでしょうし、あ、こういう状況になってるんですよね。なるほど。ジャパネットから始まった、お、次々とニュース速報、ただいま入ったニュースです。今日最初のニュースは仙台からです。仙台のウガンダ特派員からのニュースです。データ改ざんした前田健二が逮捕されました。おお、すみません、前田健二誰でしょう。データ改ざんした、あ、分かった分かった、あのデータ改ざんですね。すごいカメラだ。でもなんか政治経済よりもそのまずジューストの音質とかスタジオの方が気になってしょうがないです。はい、アチャピーさんありがとうございます。大分のアチャピーさん、フロッピーのデータ改ざんをした大阪地検特捜部主任検事最高検察庁が逮捕。最高検が逮捕とか聞いたことない。うわぁ、本当だ。え、地検特捜部主任検事を最高検察庁が逮捕。普通は逮捕しに行く側ですよね。すごいことが起きております。あ、原さんこんばんは。このスタジオの使い方素敵ですね。原さんも本当にいつもお疲れ様です。いや、いつから麹町が我が家にっていうことですね。はい、ここまで来ましたね。はい、こんな感じなんですけども、どうなんでしょうか皆さん。本当にね、この麹町ワールド、いろんな形のパーソナリティで繰り広げられておりますが、この火曜日ですね、スーパーチューズデーというところでですね、今のところですね、いろいろオファーはしているんですが、なかなかゲストに応じていただける、政治経済系の先生方、まだ残念ながら、すいません、私の努力不足でございます。まだまだいらっしゃらないんですが、まあ、そのうち来週ぐらいに誰か来ていただきますよね。市田さん待ってますよ。はい、あとですね、もうスーパーチューズデーという名前を決めたんですが、いや、今回はどうだったんでしょうね。やっぱり話していないとすっごい、家でやってるのとあんまり大して変わらないですよね。どうでしょう。あ、すいません、ウガンダさん、また仙台と間違ってしました。ウガンダさんは山形です。あんまり日本の地理分かってませんね。はい、山形のウガンダさん、失礼しました、仙台と間違えました。はい、検事逮捕の詳細、あ、それですよ、それを、まあ、お待ちしておりました。検事くん、何やってしまったんですか。おー、データ改ざんの疑い、検事を逮捕。厚生労働省の村木元局長が無罪判決を受けた郵便の割引制度をめぐる事件で、捜査を担当した大阪地検特捜部の主任検事前田恒彦容疑者43歳、若い、まだ、押収したフロッピーデータを改ざんした疑いが強まったとして、検察当局は先ほど、証拠隠滅の疑いで前田検事を逮捕です。いやー、でもね、地検の特捜部の人がフロッピーデータを改ざんするって、もう、いや、それやっちゃおしまいですよね。すごい、これ多分朝日新聞が最初すっぱ抜いたんですよね。すごいことになりました。あ、ジュンティーマグさんありがとうございます。市田さん、参議院の政策責任者とかになっちゃったし、世耕さんとかダメかしら。あ、そうですね、そこもありですよね。いや、本当はね、これ民主党の人たちに小沢さんが菅さんの時の話をですね、ちょっとこうお伺いしたかったんですけども、僕ははっきり言ってね、小沢さんになるんじゃないかなと思ってたんですけど、蓋開けてみてびっくりしたよね。多分番付の人たちなんかも多分もうほとんどが小沢先生だと思ってたと思うんですよ。それが大番狂わせっていうのは、多分選挙の時いつもあるんですけども、みんながこっちに入れるだろうなと思って、自分一人ぐらいをこっちに入れてもいいかなっていうのが絶対働くんですよね。
今回もそれは多分国会議員票の方はそれが働いたんじゃないかなと思うんですよね。でやっぱりサポーターとかのところは絶対それは元々からのあるところがあるんですが、圧倒的に、国会議員のポイント制度の方があるので、小沢は、内閣が生まれるんじゃないかっていうふうに思ってたんですが、びっくりしましたこの1週間、まあ、菅さんになりましたということはあんまり以前と変わらないんですけども、内閣の陣容がちょっとね変わりました。この内閣の陣容を、まあ、野党の人たちの、判断で考えるとですね、あまり取り立てて変わったところがない、まあ、総務省が始めて鳥取県庁ですかね、のところから、まあ、民間から起用といってもほとんど、地方自治の首長をやってた方が、なられるということで、ほとんど民間という形ではないんですけれども、やっぱりなんか大臣は別にその政治家である必要がないので、いろいろそういう人事とかは選ばれてくるところはあると思いますが、面白いと思いますね。それとあと何でしょうかね、やっぱり大臣のその資質とかですね、選ばれてから後のこのゴシップネタが、実はまだまだ叩けば埃が出る人いっぱいいるとは思うんですけども、マスメディア側もそろそろその大臣のこの埃を叩いたってしょうがないっていう風紀になってきてるんですよね。この本当に株安円高、この動きをですね、その大臣の足引っ張ってる暇があればもう少しなんか景気のいい話にこう上向きに行く方に行かないかなっていうところがありますね。小沢さんは八丈島で釣りに会う、あちゃぴーさんありがとうございます。そうか、水鏡さんちょっとマイク遠いっていう話ですが大丈夫でしょうか。はい、小沢さん八丈島釣りなる、そこ良くないなやっぱりな。ウガンダさん、基準地価三大都市圏で下落ほぼ 半減下げ止まりの兆し、毎日新聞。そうなんですか、漁船衝突、海上保安庁ビデオ公開に慎重。あ、そりゃそうでしょう、漁船衝突どこと衝突したんですかね。マイクの都合上離れた場所に置いてあります。僕の方のボリュームもちょっと上げた方がいいかもですね。総務省は郵政面と自治面とあるわけですが、原口さんは郵政、片山さんになって自治力に注力分野を切り替えた感じがしますよね。すごい、ジュンティーマグさん、あ、声回ってませんか。原さんありがとうございます、モニタリング。結構でもすごいですね、普段僕がやってる番組の中ではバカ騒ぎしてる人たちがすごい政治関係のところをシビアにお話ししていただいててありがとうございます。こんばんは。すごいですね。NHK ニュースもそうですね。はい、あとですね、主要ニュースとしては首相が与野党へ挨拶回りへ伺っているそうですね。挨拶回りっていうのは意味あるのかな。でもまあフェイス2フェイスで、国会が終わった後国会の場所でこういろいろとやった方が楽ちんな感じがするんですけどね。そう、民主党の岡田幹事長、ね、これでなんかこう反小沢な感じが色濃く現れたわけなんですけども、小沢さんはどう思ってんでしょうか。そうですか、連立を組む国民新党と野党側に挨拶に訪れました、菅首相は岡田幹事長と共にということですね。国会で各党にはご挨拶が繰り広げられたそうです。あと高速料金法案切り離し実施も、中国責任日本が負うべき、この辺もありますね。あとですね、 NHK の調査で内閣支持率 65%、 これ今日はこのテーマにいきましょうかね。内閣支持率 65%、 これですね、 NHK は今月18日から、すみませんプロンプターがないので原稿を読みながらいきますが、全国の20歳以上の男女を対象にコンピューターで無作為に抽出させた発生された番号に電話をかける RDD というですね世論調査を行いました。これすごいですね、コンピューターに無作為に発生させた番号ですよ、これで電話をかける、これ科学的に調査としてどうなんですかね。1771人でこのうち 65% に当たる1157人から回答を得ました。
これコンピューターに無作為に発生させた番号って、これ基本的に電話をかけるということは電話番号帳を使ってるわけですよね。でこれで電話番号帳を使って発生させたっていうところなんですが、今まずこのスタッフはですね、今400人ぐらいいるんですけれども、あの400人のスタッフの方に聞きたいと思います。固定電話をお持ちのスタッフの方挙手ください。200人はい、スタッフ400人中200人、まあ、これあの統計学の時間なので400人中200人で全然科学的に誤差がない数字で今お話ししてますが、400人中スタッフは200人が固定電話を持っております。でその固定電話を持っている200人の方にお伺いします。電話帳にその固定電話を登録されてるいますか？はいかイエスでどうぞ。電話に登録してない方、はい、わかりました。ということでスタッフ200人中200人電話帳に電話番号を登録しておりません。ということはこのですね、今コンピューターで無作為に抽出したとしてもですね、この電話番号に電話番号を載せていないとすると、そこの段階でかけられないので、電話番号に電話番、固定電話番号を載せている人たちを対象にですね、これ全国20歳以上の男女を対象にっていうところが出てるんですけども、これ多分ねデータを疑っているところとしては多分ですね、男女対象に、20歳以上の人を限定にってやってるんですけども、多分固定電話で多分これも NHK さんのことですので、日中にやられてるんですよね。日中にその調査を3日間かけてやるとどうなるのかというとですね、ほとんど、まあ連休が挟んでるからちょっと違うかもわかんないですけども、ほとんどの方が50、60以上の方々がお答えになってるんじゃないでしょうか。で、その答えが結果として、65% っていうところに来ているんじゃないかなというふうに神田都市学のスーパーチューズがちょっと読んでおりますが、1771人、このうち 65% に当たる1157人の回答、菅内閣を支持すると答えた人は先月の調査より24ポイント高い 65%、これ例えばですね、何でしょうね、携帯の電話番号で何かアトランダムに、かけていったらどうなるのかっていうのが絶対あります。ただでも最近電話かかってきてもその着信履歴に相手の番号が分かんないと、そのアンケートに答えようにもそのこの番号が生きていますよっていうことをあの相手にお知らせするためのなんかそういう NHK の方からかけてますとかって言われるような電話でもついつい答えてしまうところがあるんで、その辺も怖いかもしれないですよね。でもやっぱりこういったところでですね、ニュースのところのデータとかパーセンテージについつい我々信じがちなんですが、意外とデータの作られた方ってすごくありますが、ちょっといろいろ、ジュンティーマムさん、03番号持ってますか？留守電専用。すごい留守電専用なんだ。なんと留守電をデータセンターに預けている会社名義だから電話帳には載ってるかな。はあ、クラウド固定電話ありますね。それはね、RDD は電話の局番から利用されていると思う番号を発生したオートダイヤルで、あ、すいません、アチャピーさん、そういうことなんですね。あ、じゃあ大丈夫ですね。電話番の局番から利用しているところにコンピューターによるアトランダムのところでランダムで発生させているので、統計的には優位抽出法と全く一緒なんで、そっか、電話ちょっと関係ないわけですね。じゃあちょっと一つ、今の僕のコメントはちょっと違ってて、電話帳に載せてる人の中から、昼間に電話に出て、趣旨を説明して答えた人たちの中での、支持率ということですね。これ支持率でいいんでしょうかね。なんか支持っていうのが毎回前回のポイントと変わるのも支持とは言わずに、今のところ率とか、なお率とか、今はどう思うみたいな形がありますね。で、できれば聞いてほしいのは、そう思うのはなぜかっていう、その人たちの情報源。ほとんどがテレビとか新聞。多分テレビが結構多いんじゃないですかね。で、テレビで言うと、やっぱりその、記者会見でも面白いところ全容を伝えるよりも、何か
とんがったコメントしかテレビって伝えられないメディアだと僕は思うんですよね。だからそこで伝えてるところと新聞のところで見ている情報源によってその支持率で何がどう変わったかっていうそっちの理由なんかも聞ければ本当はもっと面白いですね。それとあともう一つニュース、本日ラジオモンスター M3 リスナープレゼントできる100ウザパーパーフェクトテクニック神田俊明署が当選者に発送されました。ありがとうございます。ニュースです。今回今日こちらもなんとですね、ありがとうございます、インプレスの竹本さんからですね 1,2,3,4,5,6 冊、できるユーストリーム、100技パーフェクトテクニックが今日プレゼントさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、応募方法はこのまま CM の後じゃなくて今言います。はい、これは映るのかな、これはこちらですね、アットマークでいいですね。はい、じゃあちょっと待ってください。そう、音を聞いてない人もいると思うので、これですね。はい、すいません、アットが見えないかアットマーク KW スタジオですね。はい、やっぱりテレビはこれマジック必須ですね。はい、これです。はい、アットマーク KW スタジオ、KW はキーウォイチョースタジオですね。で最後がこちらです。アンダーバーです。こちら宛てにメンションでいいですか、 DM メンションですね。はい、こちら宛てに、プレゼントユーストリームできる100技、これせっかくだから100ユースをだんだんややこしくなりますね。はい、ハッシュタグ100ユースと小文字でございます。はい、これを入れてメンションください。そうすると当選者が今日の9時55分ぐらい、9時50分かなぐらいに、当たれます。本日6名の方、1,2,3,4,5,6 名の方に当たります。だから大体ですね、今37名なので、6人に1人当たります。すごい確率じゃないこれ、6人に当たるって、6人に1人、当たります。はい、大丈夫でしょうか。時々抜いていただければいいですね、また。はい、途中で見た方ね、本日のプレゼント書いておきますよね。これですね。はい、段取りもこのテロップ、インタラクティブテロップですぐ書けちゃうんですよね。本日のプレゼント、いやでもカメラとかクルーさんしっかりしてると何でもできますよね。だいたい僕の動き想像できますよね。すごい、さすがプロフェッショナルの人たちと仕事すると演者としてはすごい心地よいですね。最近日本テレビのクリックさんっていう番組をやってるんですけど、テレビの人たちは本当無口ですよね。カメラ回してる人も絶対声出さないし、演出の人がいるとここで笑い声が先に出たりとかいろいろするんですけども、今回エンジニアの人たち中心に行っているので、はい、こんな感じですね。はい、大丈夫ですか。はい、わかります。もう一つニュースもう一つニュース、それはさっきやりましたね。ジュンティーマグさん、はい、田原さんが、小沢さんを政府特使として中国に送るべきかと、送るべきだと言ってました。ちょっと納得できる話。おー、田原さん最近何でもさらに過激に、小沢さん結構中国の人とはパイプがあるので、多分今回みたいな話はすごくいいかもわかんないですね。
電話アンケート、ツイッターアンケート、あ、それは大きいかもしれないです。これ誰ですか、アイデア、ユジゼゼさん、うん、いいアイデアだと思います。電話アンケート、ツイッターアンケートにした方が面白いですね。うん、なんかツイッター、首相支持率みたいなやつがあると結構いいかもしれないですね。うん、あ、みなかがみさん、 KW スタジオ本日のプレゼント、こんな感じかな。そういうのですね、その感じでいいですよね。この感じでわかりますか。うん、神田さん、今日のハットとてもお似合い、素敵です、ありがとうございます。ケリーストーンさん、はい、もうだんだんね暑くなってきてるんですけども、この今日は、いつもと違うやつなんですけど、今日はハーレーダビッドソンブランドのテンガロンでございます。はい、いろいろ同じ黒いやつ、よく見ててください。同じ黒いやつでもね、よく見ると違ってるんで、はい、間違い探しみたいなことが起きるんで、はい、見ていただいて。でもね、最近のテンガロンね、やっぱりね、ここの針金がちょっとやばいんですよね。ちょっとこう姿勢が悪かったりとか、置き場所悪いとすぐぐにゃぐにゃになりますね。全然政治経済番組じゃなくて、テンガロン番組。本欲しい、ありがとうございます。100ユースト、しゅんさん、本欲しい方はこちらです、こちらです。はい、こちらです。はい、ポルでやっちゃいましょう、支持率ってことができないかな。ああ、そうですね、ツイッターで投票でやっちゃうっていうのがですね、神田俊明のスーパーチューズデーでの完成権の支持率っていうのをポッとこう何パーセントで出てくるのはありですね。うん、ただいま40人視聴中ですね。はい、ありがとうございます。うん、いやでもね、今これスタッフ400人なんで、10分の1が見ていただけてるって感じですかね。まあだいたいスタッフの10倍見ていただけてるっていう感じですね。はい、晴れです。そうです。あ、これでスマップ上海公演延期決定。あ、尖閣事件の影響が拡大。うわー、でも良くないですよね、こういうのがあるとな。いやー、なんかちょっと残念ですね。なんかエンターテインメントとこちらの世界をやっぱり分けとかないとダメなんですけども、そこはそうはいかないのかな。延期決定です、残念。だって上海の不安はもう全然関係ないですよね。これ10月9日10日両日に予定されていました日本の人気グループ SMAP のコンサートを主催する、上海市園芸有限香水と、SMAP の、所属するジャニーズ事務所は9月21日、これね、時事.com見てるんですけども、何月何日ぐらい最低限インターネットのメディア入れてほしいですね、21日とか。上海市の園芸は延期理由を技術的な要因、ありえない、うん、技術的な要因って、中国の人もこれもうそんな昔の日本みたいですよね。もう平然と大人の事情が技術的な要因、昨今の状況を見てお客様の安全確保を考慮したとコメント。尖閣諸島沖の衝突事件をきっかけとする日中関係悪化が原因であることを認めた。事件の影響は純粋な民間イベントまで拡大しました。 SMAP の上海公演は、1988年のグループ結成以来初の海外公演として企画。そうなんですか。SMAP って海外公演初めてですか。それは知らなかった。当初は6月に上海万博の目玉イベントとして万博会場で行う予定だったのですが、ファンの殺到を懸念した事務局が安全上の理由で直前に中止。その後10月初めて市内の大規模スタジアムで開催することが決まり、2日間で合計8万人の動員を計画していましたということですね。1日あたり4万人、東京ドームが約、4万5千入るんですかね。でも東京ドーム 2days って考えるとそれほど規模的には大きい規模ではないんですけれども、そうか、結構この問題も民間のイベントになってくるとしこりが大きくなりそうですね。だってこれによってこの事件また報道されますもんね。なるほど、
ありがとうございます。これはアチャピーさんの、アチャピー、大分のアチャピーさんからの特派員でした。はい。ユーストでアンケートって、ね、KWS 調査員として発表しましょう。そうですね。これちなみに配信方法は何で配信ですか。はい。ワイヤーキャスト。ワイヤーキャスト。あ、ワイヤーキャストで言ってるんですか。じゃあポルキスもないですもんね。ね。あ、ワイヤーキャストで今配信なんですね。すごいな。あ、原さんありがとうございます。この本持ってますが、とてもいいですよ。ありがとうございます。はい。本ゲット。大丈夫か。もう当たってるんですか、スーさん。はい、本欲しいの、コメントもありがとうございます。本当に、本日、あと20分後ぐらいに当たります。6名様お楽しみに。まあ、それまでもそうなんですけども、今もですね、ユーストリーム、隣の晩ご飯じゃないし、隣のユーストリームとかっていうのと、あとね、今日僕のお友達の、ランカさんっていう人もですね、ユーストリームに入りました。を電車で見ていただいています。あれ、ワイヤーキャスト電車でも見れるんですか。おー、素晴らしい。あ、それは素晴らしい。ブロードキャスターでやるとどうしても iPhone とかで見ていただくことか、 Android で見ていただくことできないので、それはこれで見ていただけると電車の中で見てるとすごいですね。これは鈴 J さんですね。ありがとうございます。うん、電車で見てるとツイートするの大変じゃないですか。携帯に2本持ちとか。うん、お、ジュンティーマグさん、ワイヤーキャストかってことはブロードキャスターと組み合わせできませんでしたっけ。それならポルもできるような気が。だんだん難しいことになりますね。だんだん難しいこと。そうか、できなくはないけど生放送中にやるもんじゃないですね。いや、ブロードキャスター使ってます。あ、そうですか。ブロードキャスターで録画をしてます。あー、ということはポルいけっす。あ、そうですか。ポル行ってみます。ポル行ってます。なんかね、ミュージックビデオマンさんのずっとマスクですよ。大丈夫かな。大丈夫かな。うん、縦にワイヤーキャスター高くない。なんかちなみに、今聞いたところなんですが、送信用にワイヤーキャストらしいです。はい。なんかね、わかんない人にはちんぷんかんぷんね。スーパーチューズでは経済政治番組でしょみたいな、なんか IT 番組にはついついなってしまいそうになるんですけども、はい、ワイヤーキャストというのもありますが、はい、あと経済問題どうでしょう今。いや、僕も前も言いましたが、もう本当に相場固定制度っていかがでしょうか皆さん。固定金利とかじゃなしに相場も固定して、要するにユーロと同じように今の84円とか83円でこうハラハラするよりは、もうどっかで、ドル、もう1ドル100円決まり、10月1日からどうでしょう。10月1日からちょっと早い。タバコと引っ掛けて、タバコの値上がりに合わせて、10月1日から、1ドル100円っていうのは皆さんいかがでしょうか。そうすると結構ですね、まあ、93円ぐらいでもだいぶいいので、あと7円上増しして1ドル93円でやると計算大変なんで、ここはちょっとアメリカに泣いてもらって1ドル100円。360円は無理でしょう。360円自体は、固定制に逆戻り。はい。いや、でもね、本当に今のたまたまお客さんに、輸出をやってるお客さんがいるんですけども、もう切羽詰まってますよ本当に。で、いつまで続くかわからないっていうのがあって、でリーマンショックが2年前に来て、しかも今年のこの円高、これまた来てんのは厳しいと思う。お、みなかがみさん1ドル100円賛成。そうだと思うんですよね。で、まあ、いきなりやると大変だと思うんだけど、1ドル100円で置いて1年後に出のみ1ドル1円みたいな、じゃあもう円やめていいんじゃない、ドルでいいんじゃないみたいな、そう、そこもあり得ると思うんですよね。昔ハンドルはいくらってクイズが、どういう意味ですか。あ、こんばんは須藤さん。はい、
うん、そう、僕は多分ね固定性の方が、うん、多分これからの中国の元も出てきてユーロも出てきてなんとかでさらに円があっていろんな通貨はあるんですけども、ここはねアメリカとくっついとった方がいいなというのが一つはですね、あ、これ今その図がないかな、この間、じゃあ今日はその話をするつもりがなかったその図がないね、こういう時にクラウドで引っ張ってこれるといいんですけども、要はですね、なぜかというと今あと5年10年よくわかんないですけど20年後30年後日本の、なんていうか人口分布の図はですね、どっかワイングラスはここにないですかね、ありますかねすいません突然、人口分布の話です、はい未然になるの神田さんは円安で海外製品をたくさん買っていい思いをしている方なのでは、はい、 ありがとうございます。これですね今これですねワイングラスなんですけどもちょっと見えやすいようにこうしましょうか、そう iPad いいですねこれ バックにこういうの、多分日本のところは今これでですねなんて言いますかねこういうワイングラス型の、人口構造なんですよね、こっから上はですね、今はまだあれなんですがここに40代、50代、60代、70代、80代とかなってきてですね、ここ少子化です。ここ少子化で。で、ここの次の子供たちがまた生まれてきているところで若干こう広がっているんですけども、この構造なんですね。で、この構造で20年後に来るとぐーっと来るとですね、もうここが20年後とかになると、このもう細いんですよ。この人たちが50、60を支えないとダメですよね。まあ70、80年っている、80以上はだんだんこう、透明化してきてインビジブルなんですけども、多分僕があと20年後40で60ぐらいになるとここの世代になってきて、ここの世代の人たちに支えられてるっていう暮らしになるとですね、結構日本厳しいんですよ。それを考えるとアメリカは、ちょっとここでアメリカの人口分布図を作ってみたいと思います。アナログいいですよね。何でもこれパワポで書こうとすると時間かかるんですよ。なんかこういう分布でございます。はい。ピラミッド型ですね。こんな太くないんですけども、だんだんこの移民も増えてきて、すごく底支えがすごくあるんですね。で、それとこれを比べてみたときに、日本のその労働人口とか若年層がすごいやっぱり変わってくるわけですよ。だからこれのね、なんか、ワイングラスとナプキンでこう例える、フレンチで、お姉さんとデートをしながらこういう話題を語るとかでいかがでしょうか。はい、業務連絡が入りました。アスペクト確認します。 iPad が横長そうなんですか。 iPad が横長まあ若干そういうのはね、多分アスペクト見てる側の人もそれも多分あるでしょうし、そういうのがありますね。うん。iPod Touch が予想以上に安かったのも円高のおかげ。うん、そうですよね。あとね、僕一番思ったのは、今日の朝、エアドローム。皆さんご存知ですか？エアドローム。ちょっとわかる方は、ちょっとエアドロームのリンクを貼っていただいていいでしょうか。エアドローム。あれね、アメリカで299ドルですよ。約300ドル。それかけることは83円ですから、いくらだ ?2 万5000円前後だと思うんですけども、それが日本にやってくるとですね、4万円超えてるんですよね。ちょっとこれないんじゃないかなっていうのがすごくやっぱり、思いました。こっちで出せるかな、エアドローン。こっちでですね、ちょっと待ってくださいね。はい。あ、これもね、ちょっと、これで今出てきてですね、エアドローム、来るかな、来たかな、あ、全然ダメですね。これちゃんと Google で検索した後言ってくれればいいんですけどね。
ちょっとダメですね、これは。もう一回行きましょう。エアドローム。エアオアドゥになってますね。これはですね。はい、ちょっと待ってくださいね。打ち込みますね、やっぱり。エアルドネ。あれ、エアドームでなかなか来ないですね。要はですね、このヘリコプターのやつが4枚羽があってグワーンと上がるやつなんですね。あれが、非常にですね、今話題になって、東京ゲームショーあたりでは話題になってるんですけども、4万円ぐらいにしてソフトバンクショップで売られるのと、アマゾンでも今発売になりました。うん、あれは結構全然違うのが引っかかってきましたね。全然違うのが。でも多分日本語でいろいろ、ああありがとうございます、エアドームなんだっけな、発音の仕方が分かるんです。 AR、出てこない。これ絶対タイムライン待った方がいいですね。 AR ドローム。あ、これですね、来た。この画面は流れたりとかしてるんですか。はい、ありがとうございます。すごい。じゃあこちら、これです。じゃん、こちらでございます。見てください、カメラ搭載ですよ。でソーシャルメディアいろいろ使っていってですね、動作の仕組みと、あとこれ面白いところが、フリーでですね、開発者には API が公開されています。なのでどんどんとですね、新しい、これ見いきましょうか。お、ちょっとあれかな、真空ずれかな、ちょっと無理かな。じゃあこのまんまいきましょう。あ、ちょっとシンクが、人間飛びません、こういうて人間は飛ばないですよ。いやー、これはすごいと思いません。 iPhone でコントロールできるんですよね。画面まだいってないですか。はい、じゃあちょっと止めましょう。うん、そうですね、なんて発音するんですかね。 ARドローン、ドローンなのかな、画面行ったら教えてください。結構 YouTube にいろんなものが登場してきてます。うわ、森の中とか走るとスターウォーズみたいですね。これでね、結構長い時間飛んで、あと AR のカメラを、ね、持ってますので、その友達たちと一緒にこうやりながら、こう、そのうちこれあれですよね、道路運送車両法とかないんでしょうけど、このヘリコプターを飛ばしていい場所、ダメな場所とか登場するかもしれないですね。 Wi-Fi、iPhone、iPad、iPad Touch で、コントロールできる AR ドローン、フランスのパロットという会社がやってきてます。ちょっと映像流れないっぽいですか。あ、流れてます。あ、よかったよかった。どこですか皆さん、これ。結構ね、本体見てみると発泡スチロールみたいなチャチな感じです。でもやっぱりこのヘリコプターを飛ばすだけでも難しいのが、こういう4枚羽がついてるだけですっごく安定してるんですよね。で今流れてますように、 AR の技術を認識するようになっているので、これ自体は何もないんですけど、そこで特典をソフトウェア上でいろいろできる。
うん、光線が流れたりとかいろんなことしてますね、うん、だからこれがアメリカで直入で買ってくると3万5000円ぐらいで買えるのに日本で買うと結構高い、うん、っていうのがちょっとやっぱりですね、この円高なのにっていうのがちょっと気になってます、うん、まあこの開発者は自由に API を考えていろんなことができるわけですね。1個映像でね面白いのがあった、この AR ドローンを持って、闘牛場に行くんですよ。で闘牛場で牛の前でこれを飛ばすと牛がカンカンに怒って追っかけまくるっていうのがあって、あ、これ面白いですね。 AR ドームが2つでこうあの赤い糸を持って、あの赤い布を持ってですね闘牛をやるとかですね、そういうのもできるのかなと。で操作間違って突き落とされたら牛にコッパみじんに踏み潰されてましたけども、そういうのもねやっぱりプロモーションとして上がってですね、ただちょっとこれ音うるさいんですね、結構音うるさいんですね、うん、でもこれはなかなか面白いところで、これがまあ、うん、100円かな、100円でやっていただければ、固定制でやっていただければまたまたいろいろ恩恵が被ることができるんじゃないかなと思います。うん、あ、ドローンはブーンという連続音を出すという意味だそうです。ああ、アサンテさんありがとうございます。うん、神田さん IT ニュースになってますよ、政治経済政治番組、そうですね、危ない危ない、今思わずそっちに行きそうになりましたが、はい、ドローンはブーンなんですって。あのマツダのあれもご存知でしょうか、あのマツダのキャンペーン、最近あんまりズームズームズームっていうのがあって、あれマツダのコマーシャルでズンズンズンって言ってるんですけども、あれって実は何かというと、子供が自動車を走らせるときにズーンズーンって言うんですね、ズンズンって、あれをズームズームズームって書いてズーンズーンって、要するに日本で言うとブーブーっていうあの遊び方です。車を乗ってブーブーって走らせる時のあの音をズーンズームっていうんですけども、やっぱりそこの面白さを、サウンドを、まあ、車を乗る楽しさっていうことを回帰させるという意味であのズームズームズームですね。あとは、よく似てるところとしてはですね、海外の英語でのヤムヤミーっていうやつですね、食べるときに日本人もムニャムニャとかムシャムシャとか言うんですけども、で海外はだいたいニャムニャムって言うんですね、ニャムニャムって、でそれがヤミーっていうのが、なんかこう日本で言うとヤミーっていうとなんかこう闇っぽいんですけども、なんかそれは海外ではこうヤミヤムって感じですね。簡単に政治経済英語番組に変えてもいいですかみたいな、どんどんあれ変わってきますが、これは台本のない番組なんですね。すごいこと考えますね。事前準備もなしですか。何を知ってる。もうこの番組にはですね、放送作家がついてるんですよ。僕はカンペ見て喋ってるだけみたいな。そう、もう偉大なる放送作家がいてですね、カンペ見て喋ってる番組。そんなね、1時間ね台本なしでやれるわけないじゃないですか。全く。もう本当に今ね、あのテレビ不況で、放送作家さんとか有り余ってるんですよ今。で退去としてユーストリームに流れてきてる状況が、こんな感じでですね、面白い番組、テレビ以上に、参加できるテレビとか、あとねこれでこの間もあの、誰と話したの、アチャピーさんじゃないや、誰と話したかな、テレビと同じように V が入るともっと生きてくると。だから今後もうちょっとですね、最初に事前に皆さんから V を集めて、皆さんが政治経済記者としてですね、今日火曜日にこういうこと発見したなっていうやつをビデオで撮ってきて投稿してもらって、その YouTube を流しながらで、ニュースをお届けするみたいな形のことができればもっと面白いのかなと思って。で大体ニュースって言っても今起きてることじゃないし、ね、今日の昼間に起きてることです。それを、まあ、映像で見れるからやっぱりこの時間帯、9時とか10時のニュース番組でダーッと見てるっていう。でも明日の自分には直接関係ないですよね。でもこの番組はもうそろそろ締め切りで大丈夫でしょうか。この番組は明日これが決まって発送されると明後日ぐらいには本が届くと、そして皆さんがユーストリームを放送できるような形で、現物が届くということで、行ってみたいと思うんですけども、なんかそろそろ抽選とか言う前に応募した人みんなに当たっちゃうんじゃないですか、もしかして。お、一応抽選ですね。はい、じゃあそれではそろそろですね、
某フライデーの関係者が購入したのだなるほど、面白いですよね、うん、おエアドローム、飛行場に引っ掛けたネーミング、ああそうか、うん、ドローンはブーン、うん、確かにね、あります。さあもうあっという間に1時間早いですね。スーパーチューズで3時間番組しませんみたいな、なんかまだやりたいこと何にもやらないまま1時間終わっちゃいましたが、なんか出てきましたよ。どう、それすみません、段取りが全然僕分かってないんですけど、どうやって抽選をすればよろしいでしょうか。引けばいいだけですか。はい、引けばいい。お、じゃあ行きましょう。お楽しみ抽選箱バフ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 みたいな、拍手していいのかな、はい、拍手していただく。じゃあ、できるユースト、パーフェクトテクニック100技できる100技ユーストリームパーフェクトテクニック、もうだんだんこう省略してきて、何でもねえできパフェテわかんないです。はい、当たります。じゃあ、1,2,3,4,5,6 名様行きたいと思います。抽選です。え、いっぱい入ってますよ。大丈夫。はい、1名様。はい、1個、あ、先引いちゃいましょうか。1,2,3。お、結構来てますね。4。わあ、これスタッフさんご苦労様です。今リアルタイムにこれ書いたんですね。5、今何個、5ですよねここで間違い、6、はいはい、応募ありがとうございました。それではですね、じゃあそっか、これがあるとエビデンスがちゃんと取れるからいいですね。さあこれで見えるでしょうか。はい、おっ、あ、こういう時音鳴らした方が、まあいいや、時間かかるから。はい、皆川由美さんおめでとうございます。皆川さん、ユー、当たりましたよ。ありがとうございます。いいな、こういうの得意だな、僕も応募したかったなみたいな。はい、2番目、アサンテーさん、アサンテーさん、おめでとうございます。どんどん当たってますよ。今もう緊張の瞬間ですよ、みんな、ね、3人目、ドーン、はい、1タロットさん、これ結構嬉しいかもね。わあ、なんか知ってる人にみんな当たります。はい、ウガンダさん、すごい。これ実はね、何も書いてないんですよ。 AR で同じもの見せてるだけですよ。実はこれでボン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 抽選で AR だったらいいですよね、これね、手間なくてね。はい、さあ残りはあと2名様です。さ、和潤さん、おめでとうございます。さあどうでしょうか。なんかずっと抽選入るとツイートが減りますね抽選入るともうそれどころじゃない、ツイートしてる場合じゃないですね、集中してですね。さあいよいよ最後の方です、発表します。ノミネート今後のジョイション、セイコーノウハウさん。はい、ありがとうございます。ということで、6名様、セイコーノウハウさん、和潤さん、ウガンダさん、ピント合わせにくいですね、早いですね、ごめんなさい、このままでいいですよ、そのままでキープしてください。1タロットさん、そしてアサンテさん、アサンテエイトさんかな、そして、みなかがみさん、はい、当選者おめでとうございますということでですね、こちらのできる100技ユーストリームパーフェクトテクニック、こちらはどうするんですか、明日中に取りに来い、そういうわけじゃないですね。はいはい、ありがとうございます。はい、当たったら住所を DM で送ってください。あくまでも自己責任で、解決してくださいって感じですね。住所送ってください。はい、一応ね、アットマーク KW スタジオ、こちら麹町スタジオです、麹町スタジオですね、で最後は
アンダーバーです。こちらに DM で住所を送ってくださいということで、おめでとうございます。ということで残り時間が約5分間になりました。はい、ありがとうございます。まあこんな感じでですね、続々と本日のプレゼントコーナーがありましたが、はい、ありがとうございます。なんかこういうサイズのテロップいいですよね。なんかね、本当に、うん、これハイビジョンテレビで見てる人はちゃんと見れると思うんですけども、あ、これからねだんだん増えると思いますよ。 Google テレビとかいろんな形で、なんとかね、ユーストリームの番組が、どうでしょうかね、まあ、実現可能になれば来年ぐらいに、何 TV、 あれ出てこない、アルト TV、 違う、それ先アルトさんです、ね、アクトビア、アクトビラあたりでぐらいが見れれば、アクトビラでも6割の地デジに今入ってるので、そこに行くとですね、結構そのチャンネルは結構うまくいくとうまくいくんじゃないかなと思うんですが、一気に抽選会入ったら、ツイートのストリーム止まっちゃいますね。うん、ね、みんなそんな感じになりますけど、さあ来週火曜日までに、日本の政治経済ね、あと なんかこの円高どこまでいってるかっていうのを当てるのもありかもしれないですね。でも70円いくと厳しくないですか、本当に。うん、僕はもう本当に1ドル100円でまとめてくれて、固定線にしていただければどんないいことがあるかっていうのは、さっき話途中ですけども、要するにアメリカはこれからまだまだ少子化が増えて、いろいろ行くので、アメリカからこう中国に派遣がいい、まあ、中国ね、いろいろあったとしても上海とかもいろいろあると思いますけども、まだね問題はね 2,3 出てきますよ。もうちょっと時間かかると思います。うん、やっぱりこれからインターネットアジア中心になるっていう、中国とインドとかすっごいパワーで増えてくるんですけども、やっぱりですね、なかなかこの、地球の中心になっている経験が3000年ぐらいなかったりとかしますから、忘れてるんですよね。だからそこのところで天安門みたいなことがないようにですね、やっぱり今、龍馬伝ももうね最終章に入っちゃったんですけども、やっぱり日本経済いろいろ変わろうとしています。で、まあ、もうちょっと中学生にも分かるような政治経済番組を目指して、最初の僕大好きなのはニュースステーションの最初の久米宏さんがやってきた時の番組で、みんなあの知ってることを分かんないことを分かんないで済まさずに、なんかね固定相場とか、 なんか固定金利とか、いろんなこの経済用語とかも、それってもともとそもそもどういうことなんですかって、うん、なんかその池上解説さんみたいに、そもそもとつまりでセットでですね、これからの政治経済をちょっとこう週に1回1時間ぐらいは、こんな、KNN のポール神田がお送りしてるんですけども、1時間ぐらいこういうことを考えてみる日があってもいいじゃないかということでですね、IT の側面から、政治経済番組にチャレンジする、神田俊之のスーパーチューズデー、残り時間が約2分ということになります。コマーシャルも何もなくノンストップ、まあよくありますが、先ほど言いましたが、台本放送作家何もなしです。リハーサルも何もなしでも、今を伝えるのに多分人とコミュニケーションするときに台本見ながらコミュニケーションする人はまずいないと思いますし、今までのテレビ番組みたいに、まあ、僕神田さんよく一人で喋りますねってよく言われるけど、僕15年やってるんですよ。これ15年、一人で鏡に向かって鏡に丸書いて練習をしてた時期もあります。やっぱりね、なんかその自分で喋りながら、その喋っててリアクションのない相手と喋るっていうのもですね、これも多分これからの21世紀時代のこういうソーシャルメディア時代を生き抜くための一つのところで、で鏡に向かって喋ってるんじゃないですかね、必ずこうやってリアルタイムに反応があったりとかですね、いろんな人たちが反応がくれる番組って言いながら、喋りながらここのところで時計があと1分ぐらい、1分ちょっとかなっていうのが回りながらですね、この1分で締めたいなっていうのも考えながらですね、来週の火曜日、世界が今日よりもですね、少しだけ良くなる社会を作れればと思ってですね、やっております。神田俊之のスーパーチューズデー、また来週もご覧いただけましたら幸いでございます。それでは、皆さん良い火曜日、あと残り2時間をお過ごしください。ありがとうございました。さよなら。
Close.